なんか緊張してきたね。なんか聞いたことあるなと思った100% 聞いたことあるよね毎回流してるし。はい、では CM 明け入ります。10秒前です。5秒前。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、今夜も始まりました空間日和のロックオンミュージック。はいはい、はい、沖縄で活動するインディーズバンド空間日和、ドラムボーカルのりかこです。ギターコーラスのまちこです。ベースコーラスのはるきです。はい、今日もみんな元気ですね、はい、元気です。元気ですね。あれ急に落ち着いた。お互いに元気ですねお互いそうだね。もうすっかり夏だね。はい、もう夏は元気じゃないとやってらんないね。そうね。はい、しかも今年の夏、うん、猛暑らしいっすね。記録的猛暑言われてますからね、全国的に。本当ですよ、うん、沖縄はそんなに暑くないんじゃない？内地の方が暑いよ多分。それなんだよね沖縄みんな、なんか南国とこ夏みたいなイメージあるじゃないですか、うん、専売特許ですからね専売特許か分かんないけど、うん、ね、沖縄に住んでる自分たちも、まあ、沖縄といえば夏というかあったかい島だよねっていう感じなんだけど、うん、最近の天気予報見たら、うん、内地の方が暑いよね。そうなんだよね、びっくりしたもんね。もうあの人の体温並みの気温みたいな、うん、外も体温、触っても体温みたいな、すごいなんか違和感だらけ。何その例え外に出られないよね、そんだけ暑かったら。本当だよね、うん、しかもあのやっぱ内地、まあ、本土は電車とか移動手段が歩いて駅までとか、うんうん、結構外にいるっていうのが沖縄より多い感じするじゃないですか。はい、もうやばくないですか。はい、な、あ、なに戸惑っちゃってるんだよ。割と俺結構テンション感違うよ君と今。あれ沖縄の人すぐ車使うから。そうそうそう、うんうん、沖縄といえば車みたいなね。そうね、そう、近くのコンビニ車で行くみたいなね、うんうん、そうそう、楽しちゃう。いや、あれ良くないと思う。1キロ減らそう1キロ減らそう。あるね、そういうプロジェクトね、うん、よくないよくない。歩きましょうそうだね、まあ、5分とかのとこだったらね、歩いた方が、はい、あの健康にはいいよね。はい、ただあのクーラーもかなりね居心地最高みたいな。そうなんですよ、ありますよね。そうじゃ、みんな多分この感じだと夏のいいとこ知ってる感じだよね。はい、はい、暑いけど、はい、うん、そりゃもちろん。じゃあちょっとみんな夏のどんなとこが好きかちょっと聞いていいっすか。どうぞ。じゃあ春樹から私ですか、はい、私は一年の中で一番好きなのが夏なんですよ。あ、そうなんだ。はい、もうだからもう問答無用で何もかも好きです、夏は。え、例えば、例えばですね、日中この、うん、昼前ぐらいにお休みの日ね、うん、こう起きてきて、うん、あーってなって起きたばっかりだから部屋とか真っ暗じゃない、うんうん、寝るときに電気消してるから。でも外ってカンカン出るじゃない、うんうん、ですごいセミしぐれとかが部屋の中に入ってくるわけでしょ、うんうん、で部屋の中は影が差してるから結構暗いんだよ、うんうん、だけど照り返しみたいなのもちょっと窓から入ってきて、うん、すごいなんかこのコントラストみたいにかかってんのよ部屋の中と外が、うんうん、あの時に涙が出そうになるなんて綺麗なんだって思うあ、起きてすぐ感動。そうですね、僕は夏はもう、稲川さんも来てくれるんで。あ、そういうこと。僕の尊敬する稲川淳二先生が来てくれるっていうのもある。そうだね、あの稲川淳二さんでも沖縄に来るの10月くらいじゃないですか。そうですね、だからそうだ、ね、彼が来て帰ったら夏も帰るっていうね。あ、なるほどなるほど。一緒に夏を連れていく感じなんだね。あ、そうです、稲川さんでもう終わりなんですね。本当に寒くなんですよ、稲川さん帰ったら。あ、これ本当なんです
皆さん本当なんですよ。田舎さん帰ったら寒くなるんですよ。なんとか前線みたいだよね、なんか。そうそうそう、本当です。本当なんです。その通りなんです。本当に帰ったら寒くなるんですよ、田舎さんが。なんか急に勢い増したね、熱をみたいな。そうですね、田舎さんの話するとちょっと。そうね、そう、稲川さんね、毎年ツアーで沖縄最後に来てくれるんだよね。はい。で、春樹は毎年欠かさず参加していると。はい、そう、このラジオでももう幾度となく告知をね。はい。はい、来月あたりにね、差し込めたらなと。前ですよ、まあ、次、誰？次、じゃあ、マッチ。私、そうですね、夏は特に、うん、あれじゃないですか、アイスがうまい、うまい、美味しいですね、うん、あのアイス大好きなんですよで、あの1年中食べるんだけど、1年中食べるの、食べる食べる、全然食べる、うん、冬でも食べる、冬も意外と美味しいんですよ、うん、そう、でもやっぱり夏が一番うまい、確かにね、うん、なんかね、ありがたみがすごい、ありがたみすごい、ハマってるアイスとかあるんですか、ハマってるの、最近ハマってるのは、うん、ないんだけどないね、白熊ってわかります、わかる、白いかき氷みたいなやつ、あれが好きで、うんうん、で冬とかはなんかちょっとクリームっぽいやつが恋しくなるんだけど、うん、夏は、そうなんだ、夏めっちゃ白熊食べたくなる、あ、でも欠かせないやつだよね、そうそうそう、で今年まだ食べてないから食べたいなと思ってるところ、ああそうなんだ、はい、私は冬にすでに白熊も食べてしまいました、うん、そうなの何その先取りみたいなその夏に食べたらもっと美味しいんだけど、うまいうまい、そう、ついついね、美味しいと、うん、あの冬でも食べちゃうよね、いや食べるよっていう、うん、そうです ね、うん、ね、ちなみに春樹が好きなアイスはスーパーソーダあの緑30円のやつ、もう上がったかな、40円かな、あの棒付きのやつ、そうそうそう、スーパーソーダ、あ、パッケージが緑で、そう、緑のやつ、あの中開けるとソーダの緑の青いやつなんだよねスーパーソーダ、あ、もう分かった、夏って感じするね、出るでしょ、するでしょ、する、もう夏最高なんだよ確かにあれ、そう、ちっちゃい頃あれ絶対夏食べてた、うん、食べてた、駄菓子、あれとあの白いミルクの、うんうん、棒だろ、棒だろ、棒だろ、分かる分かる分かる俺が一番好きなやつや、そうそうそう、これとウベなんだよな、分かる、あ、ウベ、ウベ、うん、ウベというとあれだよね、ブルーシールの、ブルーシールの、ブルーシールの紅芋じゃない、うん、じゃない、なんかちょっと甘いよね、タイモ、タイモです、ウベは皆さんタイモですよ、あ、そうなんだ、はい、へえ、美味しいよね、美味しいです、うん、なんか個人的にはあのウベってあの若干クッキーみたいな甘い味がするんすけど、うんうん、甘いね、結構 ね、 ね、クッキーの味しない、クッキーだと、あ、怒ってる怒ってるウベのウベ大好きな春樹がちょっと、まあまあまあ、エツさんないんですか、あ、夏のいいところ、うん、あ、夏のいいところ、うん、いっぱいあるよね、強いて言えばお前何もないだろ夏の下手の横好きやろ、いや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 、いや一応夏好きなんですけど、言葉気をつけてよ、夏の対する言葉、あ、はい自分が好きなのは、うん、あの外に出たら、うん、めっちゃ天気いいじゃん夏って、そうね、青みたいな、そう、空は青いし、うん、日差しは痛いし、うん、草がめっちゃ緑じゃないですか、そうですね、うんうんうん、あれに原色感が、そうそう、色マンチャーだよね、あ、そう、方言で色がいっぱいっていう、うん、ね、内名口ね、はいはいはい、学びました、うん、そうそう、うん、あのなんかなと思った、色マンチャーって言うんですね、そうですよ、はい、なかなか聞かないよね、初めて聞いた、そう、春樹いいね、内名口使ってこう、Okay、あ、そいでそいで、はい、そうそう、そのなんだろう、天気がめっちゃいいっていうのに、うん、私すごいテンション上がりやすい人なんですよ、うんうん、で夏ってなんかやっぱカラッとしてるし、うん、なんか日差しのおかげでいつもの風景があの結構色鮮やかさが増すじゃないですか、うんうんうん、クリア感というか、うん、あれがすごい好き、はい、なんかまあでも気持ちも明るくなる感じ、うん、そうそう、そうで、うん、やたらどこかに出かけたくなるんだけど、うん、出かけるのは意外に少ない。そうなんだ。出かけとけだろ。出かけたい気持ちを抱えたまま部屋にいるみたいな。そうそう、うずうずしながら、でも冬より元気な自分みたいな。ないですかそんなこと。出ないよ。いや、俺結構出るな。あ、出る、あ、出ちゃう。夏は出るね。あ、毎年黒くなりますもんね、春樹さん。そうです、春樹泳げるもんね。泳げる、え、泳げないの
むしろ、はい、そうなんですよ。周り海やで。そうなんですよ。泳げないとやばいんちゃう。島に生まれておきながらちょっと泳げなくて、泳いだら気持ちいいだろうなって思いながら、海見るよね。ちょっと気持ちわかるよ。私も泳げないもん。かー、特訓っすね、これ。泳ぎしますよ。特訓つけてくれるの？全然全然、泳ぐ。マジですか？空間日和スイミングスクール。やります、やります、全然。マジですか？宜野湾市民はタダでできますから。受講できますから。こら、なんそれ。このラジオ聞いていただける宜野湾市民の方は、ね。誘ってるの、みんな。みんなでトロピー行こう、トロピー。もう最高だ ね、 そうですね。ちょっと楽しそ う、 もう、ね、ちょっと100人ぐらいで一気に泳いでみたい。多いわ。なんかね、ちょっと勢いで泳げそうな気がする。そうですね。はいはい。まあそんなこんなでね、こんな感じで空間日和の録音ミュージック、今夜もやっていきたいと思います。この番組は空間日和的観点から音楽を解釈し、音楽が好きという情熱を自由気ままなスタイルで空間日和なりに発信紹介する音楽番組です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはこちら797@fmginowan.com までお送りください。懸命に空間日和宛てと添えて送ってくださいね。また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイキャスも生配信中、ツイッターも連動してますので、ツイートでのコメントも待ってます。はい、さらにリッスンラジオというアプリを使うと、を使うと、全国どこ、全国でも、FM ギノワンの放送が聞けます。ぜひこちらもチェックしてみてください。でね、はい、はい、あ、ツイキャスにコメントいただいてますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。みかんアットキリン、キリン屋さんかな、かな、たくさんいっぱい、ね、たくさんありがとうございます。本当に嬉しい、ありがとうございます。すごい、ね、稲川さんにもスーパーソーダにもちゃんとコメントくれてる。ぜひぜひ。はるきさん夏男、ありがとうございます。すみません、ね、いいね、名前はるきだけどね。はるきなんですけどね。はるきだけど夏本当だ。猛暑なんてもうしょうがないな。ほら、めっちゃいいそれ。懐かしい逆ですね。アンパンマン、アイスうまいですよね。美味しいよね。アンパンマンアイスの白い場所だけ集めたら棒になるべ。あ、一緒なのか。ほぼ一緒。どうろう、白い棒のアイスさ、50円の、うん、ホワイトバーだっけな、うん、あ、同じような味が味わえるっていう。アンパンマンアイスの白い部分だけ集めた、ね、シャリシャリしてるやつやんな。そう、あれよね、美味しいよね。うまい、すごい、はい、みんな共感できる感じでめっちゃ嬉しい。パラフレーズさん、こんばんは。あ、白熊美味しいよねって。ですよね、うまいんすよ。ホワイトベア、はい、ホワイトベアまんまやん、ね、もう食べたくなってきたね。終わったら食べましょう。終わったら食べましょう。いいんですか？はい、うん、はい、じゃあこんな感じでね、今夜もやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。今ツイキャスにもっと入れてます。 ありがとうございます。ありがとうございます。いやアイス食べたいね。次ジングル D になってるんですけど、その後が D と E になってるんですけど、 CD でいいですかね。あ、これ多分前のジングルなんですよ。前のジングルです。今日なんか上げてたやつ、はい、なのでどれが C だか混乱していい。覚えなさい。今流したのは一応 A です。そのまま流したんですけど、 A、 どうする、もう賭けでそのまま B、C とかでなんか B、C、D で B、C、D で順番よく、順番よくでお願いします。あ、もう上がります。OK です。10秒前です。どう？空間日和のロックオンミュージック、次は、このコーナーをやってみたいと思います。なんでもロックオンミュージック。食い気味だったな。今までこんなテンションだった。やってみようかな。夏だからじゃない。そうなんです、ね、いいね、夏男春樹が。そうなんです、うん、セミみたいな男でしてね、私は。どういうこと。
夏以外のオフシーズンは何もしてないですからね。あ、夏に本気出す系のシーズンですよ、ね、私は。あ、春何してるんですか。春はね、割と部屋におる温まってる感じ。そうですね、オフシーズンですね。ほのぼのしてる系だね。はい、じゃあやっていきますか。はい、はい、何でもロックオンミュージック、このコーナーをですね、与えられたテーマに合うと思う曲を、我々空間日和の3人がそれぞれ選んで紹介しようというコーナーです。今日のテーマ、え、歩きが言うんじゃないの。今日のテーマは聴いたら涼しくなれる1曲。さあ皆さん、はいはい、さらさら涼しくなれる1曲。危なかった今、ね、どうなるかと思った。なんか掴みにくい今日の春樹ちょっと事故でした ね、 ねちょっと今日は夏をっていうのを意識して。なるほど、ね、若干ね、上げ気味である、上げ気味である。いいよ、もっと上げていいです。はい、じゃあ続けていきましょう。はいはい、聞いたら涼しくなれると思う一曲、うん、ということでね。どなたから、どなたから。あ、なんか結構せかす感じセミだからさやめろや、セミみたいな。夏が終わらないうちにまだまだだよ、僕らの夏は。行き急いでんだよ、ギノワン趣味の皆さん。まだまだですよ。そうだよ、100人で泳ぐまで終われないからねそれはちょっとやばいじゃんいやね、テンションが夏だね。はい、はい、いつも通りエツさんから、はい、行っちゃう。そうですね、うん、私から、はい、行きましょう。はい、私がですね、涼しくなれるかなという曲は、うん、もう紹介していいですか。コールドプレイ名前からコールドプレイ涼しそうな名前だねみたいないやいやいや、やっぱりそのなんだろう、自分が涼しいと思う曲って、うん、結構夏なんだけどそよ風が気持ちいいとか、うん、やっぱその曲自体にみずみずしさとかがあると、なんか暑い中に、はいはい、そのマッチがさっき言ってた暑い中アイス食べると、うん、ありがとうございます的な、うん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 、この引き立つみたいな、はいはい、そういう意味で涼しくなりたいなっていう。じゃあチューブではないな感じチューブはむしろ熱くなりたい方やもんな。そうだね、チューブはサザンでもないな、じゃああっち系ではないな涼しいではないね。そうだね、あっちは熱い、さらに熱くなる感じ。そうそう、熱く盛り上がりたい時に聞きたいやつだね、うん、そう今回、そう夏っていうか涼しいと思う曲、涼しくなれると思う曲っていうあれなんで、はいはい、個人的に結構難しいテーマだったんですよ。そうか、そうなんです。そうそう、なんか一瞬で来ましたけど。マジっすか、はい、なんか涼しいって言ったらその前に夏っていうのが必ずくっついてきちゃって、うんうん、めっちゃ夏ソング選んで、あ、これ全然涼しくない、むしろ熱い系だなみたいな。チューブもいいけど落ち着け落ち着きなさいよ確かにね、夏の曲って言ったら割となんかもう夏だぜイエイみたいなのが多いからね。そうそう、アゲアゲ系の、うんうん、そうそう、テンションも楽園ベイベーとかねこの間かけた ね、最高だった確かにね、うん、夏って名曲いっぱいあるもんね、うん、そうそう、でもあえてその暑さを抑え込んで、はいはいはい、いいと思う、いいと思う、選んだんですよ。お、はい、じゃあちょっと聞いてもらいましょうかね。はい、聞かせてくれよ。はい、では、私が選んだ、聞いたら涼しくなれると思う一曲は、フリッパーズギターでラテンでレッツラブ、または1990サマービューティー計画。一番好きかも、わかる、めっちゃわかるサマービューティー、これあれでしょ、違う、ベスト版だこれ。これはカメラトークっていうアルバムに入ってて、今 YouTube、Ustream やツイキャスをご覧の皆さんには、今流れているフリッパーズギターの曲が、ちょっと流れないんですけれども、はい、FM、ですね、FM ギノワのホームページからレッスンラジオサイマル放送のボタンがありますので、そちらを押してそれで聞いていただくと、今流れている曲を聴くことができます、はい、はい、どんな曲かなって気になる方、ぜひぜひ FM ギノワのホームページからサイマル放送の再生ボタンクリックしてみてください。はい、はい、
いいね、確かに涼しくなりますね。そうなんですよ、声がまずなんか清涼感ある。そう、この清涼感なんですよなんか夏だね、夏ソングしてるんだけど、うんうん、あの夏ソングだけどすごい清涼感があって、うん、みずみずしいじゃないですか。みずみずしい、みずみずしいって言葉いいな。そう、そうなんですよ夏にね、ドライブの時にかけたりとか、うんうん、その確かに、休日の、そう、休日のさっき言ってた日が眩しい鮮やかな時とかにこれをかけて部屋の掃除をするとかめっちゃいいんすよねいいね、おすすめです。いや、知ってるよ、この曲。めっちゃこのツイキャスを見てる方にはね、春樹の歌声でお届けするっていうか形になってますよ。これ歌うの OK なのかな、どうなのかな。ハミングで、ハミングで、ハミング夏はハミング困ってる。コメントもありがとうございます。ファラフレーズさん、アイスが美味しい季節。そうなんですよ。空間日和さん、湘南の風の水蓮館とか涼しく、いや暑くなる、間違いなく暑くなります。間違いない、うん、タオル欲しくなる絶対タオル欲しいもうやっちゃうよね。やるやる、もうなんなら今やりたくなった。いいよ、やってもいいよこの曲にはもう絶対翌朝首痛くないです間違いない、痛めるやつ。じゃあちょっと下げながら、あ、ちょっと後ろで流しながら、はい、そのまま喋っても大丈夫ですか。ちょっと下げてもらって、はい、じゃあツイキャスの方下げて、ちょっと音量も下げてから、あ、そして今流れてる曲をちょっと下げてバックで流れる感じで、はい、今じゃあ上げますね。はい、お聴きいただいている曲はフリッパーズギターでラテンデレッツラブ1990またはサマービューティー計画という曲です。ハルキがハルキの世界に入ってしまったという、すごいあのみずみずしい曲ですよね。みずみずしい、ハルキこれはラジオだぜ、喋ろうぜ一緒に、最高だ、レッツラブとっても大好き、僕この曲フリッパーズギターで一番好きな曲です。おお、すごいね、いいですね、つさん、いやー、分かってますね、夏を褒められたの、たまらないわ、うー、夏男のお墨付きがね、もらえた、気持ちいいんだこの曲は、ね、稲川さん入ってるよね、稲川さん入りましたねこの曲はあのカメラトークというアルバムに収録されていて、うんうん、もうリリース自体は結構前なんですよね、うん、いやもうフリッパーズギターはだいぶ昔ですよ、1991とかなんとか、多分その辺だよ、それぐらいに僕らがもう生まれたあとちょいぐらいだよ。だね、うん、おしゃれですよね、だからもうこんなの説明いらないもんね、はい、あ、わかりますってなる、喋らずともみたいな、うん、うむ、そうなんですよ、すごいおしゃれで、もうテンション上がるよね、上がります、非常に上がってます暑くなってんじゃないじゃん、どっちかというと、うん、どっちかと、本当だね、涼しくなるところか上げてしまった、びっくりしましたね上げてしまったわ、もういいよね、夏に聴いて、曲は涼しいし、うん、まあ、春樹みたいに暑くもなれるし、うん、この涼しげな中ね、クーラー効かせてお部屋でダージリンティー飲んだりとか、ありあり、全然ありだと思う、ありありありシチュエーション的にはそんな感じなんだ、うん、そうそう、室内ね、そうそう、めっちゃおすすめ、あのね、あのなんだ、お掃除とかしながら、あ、いいと思う、お花とかね、いいと思う、うん、お花とかこう飾りながらね、花、はい、あれ違ったこもっと日常的に、もっと日常に流し込もう、夏を、あ、そうだね、お皿洗ってる方がいいよ、お皿洗ってる方がそうだね、あのジョギング帰りとかね、あ、もう全然全然、ラジオから流れてきたもん、ベストベスト、あ、ベストだね、今あ、そう、今なんですよ、皆さん今もベストなんですまさに、あの、あり、まさに、ありがたいね、木沼よしみさん、そう、まさに誰かのそういうシチュエーションだったらいいよね、はい、そうなんですよ、本当に、はい、そうですね、あの、じゃあ私が紹介した曲はこんな感じでした。はい。はい、じゃあ続いて、マチコシの、ギターマチコシのね。いやー、楽しみですね。涼しくなれる曲。はい。いやー、ちょっと楽しみにしましたね。そうね、涼しくなれる曲。まあ、いろんな楽器があるじゃないですか。はい。ある。で、こう、音色に涼しさを感じるもの
ていうのでちょっと今回は選曲してみたんですけど、うんうん、この楽器の音で私はこのなんだろう夏の中の清涼感を感じるみたいな、うんうんはい、風鈴的なあまあそうだねああいうなんかそういうちょっと、うん、なんていうの涼しい効果をもたらしてくれる音みたいな、うんうん、あるあるで、まあ、一つはスティールパンってわかります？わかりますよわかりますあれの音とっても好きなんですけど、うん、あれね、うん、あのマリン感すごいよねそう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 、うんうん結構夏の曲で、まあ、使われてること多いと思うんですけど、はい、なんかあれが鳴るとなんかちょっとはっみたいなちょっと爽やかな風今吹き抜けるみたいな確かにそうそうそう、ね、青い空、うん、白い砂浜みたいなねなんか、うんうん、乗ってこないな違う違うあのあれよあれよなんだろうなんかキューバとかのさ、うんうん、あの木陰でさ、うんうん、おじさんが叩いてそうじゃないマリンバってあマリンバってスチールパンスチールパンちょっとそういうトロピカルなね、まあそうそうそううん、空気が流れるじゃないですか、はい、でそれともう一個は最近自分で気づいたんだけど、はい、ピアノの音って時たまなんかそういう涼しさを覚えるなと思ってあそれめっちゃ思うマジマジどんどこで私なんか弾き方とかによるかもなんですけどどこでこのなんだろうポロンって落ちる感じが、うんうん、ちょっとクールな感じしない高いところってこといやもう音色自体が、このアタックが一番強くて後からストーンってゆっくり落ちていくような落ち着いた音色がそう思って自分も今日曲何にしようかなって時にピアノが入ってる曲が涼しそうだなって探したんだけどフリッパーズギター行っちゃいましたねそっち行ったかそっち行っちゃいましたでもめっちゃわかるそれなんかピアノの音で例えばだけどこう短めのスタッカートでトットットットってやってるやつとか、うん、なんかすごい、うんうん、うわ爽やかだなっていうのに気づいたあ確かに軽快だよねそう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 軽快軽快さそうそうあれですよでこの2つの楽器がまあいるバンドまさかのまさかの欲張りセット受験全員収めるやーさーですねどういうあ、まるまるセットやったあれはあすごいなそれじゃないけど飛び道具すごいザ・夏休みバンドっていうバンドなのであはい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 そのかかった、はい、曲を一曲お届けしたいと思います聴いてください、はい、ザ・夏休みバンドでオデッセイね、涼しげあるね結構ねピアノ音ってね雨っぽくてそうそうそう雨感あるね、うん、あるあるめっちゃある、うんうん、確かに涼しげだねそうなんですよそうこのでボーカルのね声もこの中川さんっていうボーカルの方のそうそう変なやつやな変なやつじゃない同い年同い年あそうなのそうなんですかえ違う違う違うえ私と同い年だってそうなの、うんあれ俺結構タメ口で喋ってたけど気分は同い年だった、ね、気分は同い年だったバカだしだ、ね、めちゃくちゃやなそうこの辺ぐらいからスティールパンが入るんですけどどうしたどうしたそうこれ超わかるあそうこれねこれパラミーゼとポルノグラフィティのミュージックアワーとかもこれこそチューブ系チューブ系あつやなる曲だってからよね自分ポルノグラフィティ大好きなんですよでミュージックアワー公言してるもんな結構そうそうもう夏に絶対聴くぐらい、うんうん、めっちゃ好き分あのミュージックアワー本当にドンピシャですよね確かに夏ソング最高です、うん、僕のおすすめはベースボールディアの、あのブリーズガールブリーズガールブリーズガールわからんなあの CM に使われてたのでシーブリーズの CM かなあ、そうなんですね聞いたことあるかな風になりたくてっていうすみませんがしかった聞き覚えあるかもしれないでもベースボールレアもめっちゃ爽やか系ですよ、うん、そうだね曲になんか疾走感がある感じでフェスとかで絶対聴きたい系の確かに間違いない学生時代の青春曲です あ、そうなんですね大学生時代ぐらいへぇ、ベースボールベアだそうです。ベオベ。はい。言い方。え？パラフレーズさん。ベオベって言いますか。うん、ベボベっていう。これちょっと手伝ったことあるよ。コピー。違う。速攻クビになった。コピーバンド？え？コピーバンド速攻クビになった。コピーバンド、クビになってしまった。
何をやらかしたかは言わない方がいいかもしれないですね。確かに。そういうの関わってくるかもしれない。聞きたい方は個人的に、ね、ツイッターとかで DM を送ってあげてください。そうですね。ポルノの歌方っていう曲もいいそうですよ。歌方めっちゃいいです。この曲わかんないよ。知らねえ。大人な、うん、いやいいんですよこれ。わかんない。後で聞かし聞き。これはあれ、涼しくなれる系。ね、なんだろう、妖艶系かな。妖艶。夜の、あ、勝手なイメージ、夜の湖のしんとした感じとか。大人っぽい感じ。大人っぽいバラード、そうそう。ういいんですよ、この曲も。なるほど。いやいや、スチールパン聴きましょうよ。綺麗ですよ。スチールパンね。でね、あの、はい、夏休みバンドってあんまり四つ打ち蹴らないでさ、うん、割とあの軽いんだよね。刻まないし、あんまり。刻むけど、そうだね、パン。リズムが軽快だよね。そうそうそう。結構間があるから、うんうん、なんかやっぱりスカッと聞こえるっていうのはあると思う。確かに。そう、かぶさが上手に出てて。いいよね。そう、こういうドラムね、叩くってすごいやっぱり上手だなって思う、うん、あとコーラスワークがとっても綺麗。そうなんですよ、音の重ね方がとっても難しいと思うんだけど、うんうんうん、とってもバランス最高なんですよ ね、 ね、絶妙感が。もうなんかひとしきり褒めたレベルになってないね。そろそろ終わりかな。あと40秒。はい、もしかしてもう下げてあげますね。お聴きいただいている曲はザ・夏休みバンドでオデッセイです。いいですね。はい、めっちゃ爽やか。バンド名がまずね、夏って入っちゃってるしね、うん、ね、うん、ほんとだじゃない。そうですね。そうだね、確かにその通りだ、うん、いいですね。まあでも、ね、このね、涼しさをちょっとでも感じていただけたらと。能力、能力、能力気になる方はぜひね、あの、調べてみてください。めっちゃおすすめです、うん、YouTube もありますからね、いっぱい。はい、じゃあ最後。すげえ超いいタイミングだった ね曲の切れ目だったね。今ぴったりだったね、うん、あ、今日いいこと来そう。じゃあハルキの番。うおやるぜ。みんな聞いててくれよ。やってくれよ。やろうやろう、はい、夏の話いっぱいしよう。今から僕はですね、もうはっきり言います。最初から僕が今日かけたいのはナンバーガールの水色革命という曲です。なんか喋り方がぬるっとしてる。この水色革命っていう曲がですね、たまらないんですよ。おう、たまんないと。なんかあのナンバーガールって初期、うん、とっても初期、一番最初のアルバムなんですよ、うん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 、メジャーでもないインディーズに博多の時に出した、うんうん、あのアルバムなんですけど、このアルバムがファーストで、イギーポップとか、あのとても有名な曲なんですけど、ナンバーガールのナンバーゴールイギーポップファンクラブっていう曲とか有名な曲が入ってる一番最初のアルバムなんですけど、はい、僕最初こっち通ってなくて。そうなんだ。そう、俺が最初に聴いたのはメジャーで最初に出たアルバムだけ、うん、メジャーファーストアルバムを最初に、うん、なんかのきっかけで買ってバスに乗って、あの時タワレコがあった、オーパーにタワレコがあって、あ、那覇の国際通りのど真ん中にね。そうそうそう、学校帰りに買ってバスで通学してるから、うんうん、その時はあの CD レコーダーつながってCD プレイヤー、そうそう、ポータブルのやつね。そうそうそう、そうそう、CD プレイヤーがね。で、いつも持ってたわけ。だバスとか乗って揺れたら止まるんよね。あの、音が飛ぶんや。そうなんだ。バーッ、おいってなるよね。そうなんだ。そう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 。それで、僕はその、ナンバーガールの一番最初に買った時、高校2年生の時に、うん、メジャーのファースト買った時に、もう震えが止まらなくて、最初の、最初でもう、なんでこのバンドって、こんなバンドいるのか、この世の中に。うん、うん、衝撃だったんだ。とっても衝撃だったわけ。なんか知らんけど涙が出たよ。あ、なんかよく涙出ますね。あ、僕泣きっぽいんで、うわーってバスの後ろでちょっと声も出そうやと思う、うわーって怖い怖い怖い。ちょっとびっくりするね、一緒に乗ってたら。俺が震えでちょっと飛んだりもしてたもん。本当にそれぐらい震えて、あ、君の震えで、あ、 CD が飛ぶわけちょっと面白いね、それ面白い。いや本当にそれぐらいも衝撃だったっけ、俺からしたら。激震。そう、それで修学旅行、さっき修学旅行、すぐ修学旅行とかって言ったんだけど、うん、俺もずっと CD プレイヤー持ってってずーっと聴いてた、ずーっと、うん、どこに行くにもずっとナンバーガール、もう肌身離さず。そう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 。それで夏が来て、俺もその間ずーっとナンバーガールのメジャーのファーストを半年間以上ずっとそれしか聴いてない、その時期。
それ以外の音楽その1枚だけだけそれ以外の音楽一切聴いてない、で夏になってタワレコに行った時にナンバーガールの CD があったから、小遣いとか全然ないからお金買えなかったんだけど安かったんだよ、買いたい買いたいと思って買ってまたバスに乗って帰り道こう流し聴いたら、でもう半年経って夏だったわけさ、その時にこの曲がかかってて、私はまた震え出してそのまた CD を飛ばすっていう同じようなことをしてる。買ったばかりの CD を。でもその時に聴いたナンバーガールのこの水色革命って曲が本当に忘れられなくて、ちょうどバスもさ、さっき俺が言ってた状況みたいな感じで、バスの車内は暗くて外の日差しがガッと入ってきて、ちょっとお部屋にいるような、そうこのコントラストの中でこのブーッとバスに揺られてから自分の街まで帰る途中に水色革命が流れた時は、今でも忘れないな、あの感じはとっても綺麗だった。涙出た。涙は出たね安定の漏れなく漏れなく漏れなく出ましたね漏れなくやめようかあんまりいい気分じゃないなごめんごめん。ってわけでね、皆さんにも夏を、これはもうとってもおすすめな曲なのでぜひ聴いてください。はい、ナンバーガールで水色革命。あの時のあの感じ、夏だし、でこの青春にあいまうとさ、すごい破壊力を持つよね。そうね。ね、自分はそのもっと大きくなってからナンバーガールに出会ったけど、確かに高校生の時にぶつかってたらもうとんでもないことになる。そうそう、とんでもないことになった。多分リカ子もバスの中でこうボールシーンプレイヤーかかる震えて飛ばしてたよく飛ぶんだよね、昔の CD プレイヤーって。本当にそうなんだ。ハルキが震えすぎじゃなくて、だからカバンとかに入れてて歩いてたらもう飛ぶよ、めちゃくちゃ。それぐらいよく飛んだ昔の。そうなんだ。でも私も持ち歩いてたな。そうだね。でも MD より音はいいわけよ、やっぱり CD の直接聴いてるから。そうなんだ。っていうのが好きで CD プレイヤーで聴いてた俺は。 MD っていうのも懐かしいね。マッチーは CD？ 私 CD プレイヤー。おー、みんな持ってた。むしろ MD を持ってなかったかな。あ、私 MD 派だったんですよ。それはなぜ？もう自分が買いたいと思った頃には、MD が主流になってて、お店も全部それがいっぱい置いてある感じで、MD をねめっちゃ集めたんすけど、コンパクトだしね。そうそう、あの当時はね、そう、あの当時はね、その後一気に MD プレイヤーがそう、もう形がなくなってしまったからね。その、なんていうの、中に入れるっていうことしなくなったじゃん。ね、もうデジタルになっちゃったから。そうそう、電子的なやつをひょいっと。出始めから買いました。 MD ですか？128MB しかない。メガバイト、メガバイト128。30曲入るかな。それが少なかったんですね、最初。1万ぐらいしました。いやですよね。確かに高かった。でも首から下げて聴けるっていうのがすごい。そう、最高っすよね。そこでしたね、わー、外してたんで。あー、魅力だった。確かに、なんか持って初めに持ってる人めっちゃ羨ましかった。なんかね、すごい変身扱いでした。早すぎた、早すぎた。高校で首から下げて音楽聴いた。まあ、確かに。あんまりにも早すぎたんですか。誰も買ってない。今から15年ぐらい。時代を感じるなって。ちょっと、あと昔の話で盛り上がれそう。世代がバレますね。僕、アラサーですか。アラサーバンダイだね。アラサーバンダイですよ。青春曲を聴けば戻るからね。そうなんですよ。さっきからパラフレーズさん気になるんです。パラフレーズさん絶対世代というか趣味合いそう。そう、絶対同年代。ホワイトベリーとかめっちゃあれだな。本当めっちゃいいですよね。まさにヒルドラの主題歌になってたの。わかる。あ、わかる。あれで聞いてたな。あ、そろそろじゃあ、あとゾーンとかね。はい、じゃあ交代しますね。どうでしょうか皆さん。ちょっとツイキャスとかの人にあんまり聞こえてないんですけれども、ぜひ聞いてほしい、このナンバーガールの水色革命。
今流れてるのね。もう完璧ね。わあ、来た来た、ソロがね、これ怖いですね。これ田淵久子でね、恐ろしいギタリストが弾いてる。ちっちゃくしたのに反応しすぎ。本当にね、綺麗な曲なんですよ。から確かに綺麗っていうのがなんか当てはまるよね。キラキラしてる。そうそう、キラキラ。ナンバーガールの最初の頃っていうか、結構あのこんな感じだったんで、本当はふわっとしてて、うん、メジャーのファーストぐらいまでね。まあ、最初とその後半。次第にちょっと雰囲気変わってったっていうことだよね。全部かっこいいんだけど、うんうん、でも俺はこのナンバーガールのこの初期のやつが今でもこういうジャンルとっても好き。こんな音楽がしたいと思うぐらい好き。やっぱり綺麗とってもナンバーガールのこの感じすごい好き。でもいいよね、奏でたいなっては思うよね。確かにずっと憧れみたいなのあるね。そうそうそう、うん、ぜひね、もうこの曲を聴きながら皆さんも夏をね、そうバスに乗ってね、CD ポータブル CD プレイヤーを、あーもう完璧ですよ。買って絶対一回は飛びますから。今のやつでも飛ぶのかな、ね、飛ぶと思いますよ。そうなんだ、じゃあちょっとぜひ買って、うん、ぜひね聴いていただけたらなと思います。私からは以上です。はい、ということで、空間病理の何でもロックオンミュージックのコーナーでした。すごい、この企画いいね。いいね、いいですね、涼しい曲いいですね。しかも春樹のテンションがいつもの3倍ぐらい上がるという、うん、夏ワードですから ね自分もこっちに座ってなかったら同じぐらいで辛かったいいですね、こっちに座らせてカメラあっちに向けちゃうちょっと緊急なんか緊急ご覧くださいっつって大暴れですよ。ちょっと新しいコーナー組みたいね。いやいいっすね。はい、ではまもなくですね。こっちこっちありました。10番PM エージェンシーのイベント情報を紹介したいと思います。はい、はい、まずは一つ目、10月の7日土曜日にモンゴル800がプレゼンツ800だよ全員集合が開催されます。来た来た、今年も来ましたね。来ましたね、はい、もうね、今年も来たかってまさにそんな感じなんですけどね。はい、今年もやります。沖縄コンベンション劇場での公演になります。こちらがですね、 PM エージェンシーのホームページ選考の受付が今週の日曜日から始まります。お、はい、PM エージェンシーホームページでの選考ということですね。で、今回お客様手数料が0円でかからないということで、うん、手数料かからないってかなりお得ですよね。だいぶそうですね、嬉しいね。そうそう、チケット買うときって少なからずかかるからね、うんうんうん、そうそう、なので手数料0円ということでかなりお得な選考となっております。はい、今のところ出演者はモンパチのみ告知されていますけれども、なんかですね、聞いたところによると今回も面白い企み試みを漢字が読めない、大変だ。おい、台本を丸々読んでるのがここで発覚しましたね、皆さん。いやいや、すいません、企みってちょっとなんかよからぬ感じがしますね。そうそう、これでも試みを企んでいるという噂がね、もう隠す気ないっすね。ガンガン読み上げてますね。カンペ丸だし、はい、もうとにかくね、面白い試みをね、はい、企てているということですので、はい、皆さんぜひワクワクしながらチケットゲットしてください。詳細などは PM エージェンシーのホームページで確認できますので、 PM エージェンシーで検索してホームページから今週日曜日ですね、選考受付ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、続きまして11月4日の土曜日、ザ・バースデー桜坂セントラル公演がございます。今年も来ましたね。はい、こちらは、PM エージェンシーホームページの選考受付の真っ只中ということで、
はい、はい、来週の月曜日まで行っています。こちらはお客様手数料が券代108円しかかからない、まあこれもねお得な選考と、ねうんうん、なっております。ニューアルバムのノマドがロックしてて最高だったと我らが一人土成氏が言っておりましたその情報いるんですかねカンペに入ってるぞ言わんでよかでもこのロックオンミュージックを背負って立つあのロック先輩一人土成がロックしてて最高だったというぐらい最高なアルバムってことじゃないですか、ね、ロックの人がロックで最高だったって言ったらこれは間違いないってことですよ、うん、本当だよ ね来週あたり来るかもしれないですね千葉さんがこのラジオに出演するかもしれないですよめったなこと言う、ね、そんな待ち遠しいライブですけれどもこちらの詳細も PM エージェンシーのホームページをぜひご確認ください。はい、 いやもう要するにね PM エージェンシーのホームページに、うん、あのワクワクがいっぱい詰まってるっていうことですねそうね全てが書かれてあります、はい、もうめっちゃ楽しみだね。ねもうモンゴル800がプレゼンツ絶対楽しいですよ。はい、はい、私もおすすめしております。はい、ということで、PM エージェンシーイベント情報のコーナーでした。はあ、はい、どうしたもう終わりですね。なんか寂しいですね。早いね、はい、なんか春樹が言うと夏が終わりそうな何勢いもセミの一生終わるから、やめてセミの一生終わるかセミまだ元気にしてる当たり前でしょ、稲川さん来るまで待ってるから私はそうだよね、まだまだ来ないもんね、うん、この今これこそ待ち遠しい、うん、まあ本体はね、まあ大丈夫ですよ、 PM エージェンシーがちゃんと稲川さん呼んでくれますのでぜひその時は私が告知しますので3ヶ月前からします。今年ってもう決まってるんだっけ。はい、決まっております。え、ちなみにいつですか。それはね調べてください。覚えてないんでしょ覚えてますあえて言わないの。言わないですよ、 PM エージェンシーのホームページ見てくださいよ。まあまあでも大体10月ぐらいだから、うん、春樹が多分それまでにまあまあいつも大体1回はね、そうそう10月特番多分止めてもするはずだから。じゃあ8期って多分来月やと思う。いや来月はですね、ライブ知らないよそんなの。いや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 、知らない知らない、我々が出るイベントがあるやんね。いやよね、その来月ね、すごいいいのあるじゃん。私喋りたいんだ稲川先生のことを。じゃあマッチに告知してもらいたいんだ。はい、言ってもいいの。お願いしたい。いきます。8月の、19日土曜日と20日の日曜日、はい、来月、はい、はい、毎年恒例となっております、はい、アウトプット&Gシェルタープレゼンツゴールデンサーキット2017が開催されます。イエーイ、今年もやるみたいよ。え、他人事？今年も出るみたいよ。そうなんです、今年も出るんです。はい、空間日より出演します。はい、はい、で、私たちが出演するのは、初日の19日土曜日の、まあはい、これ一部二部ってあるんですね。お昼と夜、はい、でこう、はい、アウトプットと G シェルターをこうなんていうんですかね、交互にみたいな、そう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 、うんうん、で、まあ、初日の一部はアウトプットにいて、はい、で私たちがこちらに出ます、はい、オープンがお昼の1時スタート1時半、はい、まあ、せっかくお時間もあるのでちょっと出演者の方々ちょっと読ませていただきます。はい、はい、てんてんこさん、はい、モカロンかっこ琉球アイドル、ヘル型ケンゴリアンズで、私たち空間日和とショートショートっていうメンズが、まあ、初日のお昼の部の、うん、はい、第1部一発目 ね、はいはい、でこのあと、夕方の6時半オープンの7時スタートで、G シェルターの方で夜の部2部が行われます。こちらに出演するのがウィーナーズ、クラシックス、クリトリックリス、バルブフィクション、吉村隆バンドという面々ですね、うん、はい、いやもう1日目から豪華じゃないですか。うん、そうですね、はい、なんですけど、はい、これがまだ2日目まで続くと、うん、で2日目も、紹介させていただきます。2日目は、まずお昼の一部が G シェルターからスタートします、オープン1時、スタート1時半、出演者が、クリトリックリス、モダシー、ペイトリー、麦かっこ猫、ワラバーズ、日本ローファイ、
っていう、なんか一気に濃くなりましたね。やばいね。そうそうたるメンツだね。うん、うん、で、同じ日の今度夜の部、こちらはアウトプットにて、オープン6時半スタート7時、出演がチャイ、てんてんこ、 MC ウクダダと MC アイノー、琉球アイドル、ザ・ハイプス、ヤング大原、以上となっております。でこちら、はい、チケットが、うん、それぞれ1日、初日と2日バラバラで、で、あの一部だけ2部だけという場合は、うん、前売りで2500円、はい、まあ、別途ドリンク代が必要となって入れます。で1日投資券、このお昼の部と夜の部両方という場合は、うん、前売りで4000円で、2日間投資で行きたいっていう場合には、うん、前売りで7000円となっております。まあ、こちらもどちらも、はい、あのドリンク代が別途でかかります。はい、なんですけど2日投資でも7000円というなかなかお得な、ね、投資券だいぶお得っすね。そうなんですよ。で、ね、そう今回県外からもね、いくつかアーティスト来てますし、うん、県内からも濃い目の、うん、濃い目というか自分たちもかっこいいと思うようなアーティストもね、そうだね、いっぱい来てて、面白いよね。そうそう、うん、でこのなんだろう、結構ミックス感というか、うん、いろんなジャンル、これあれじゃん、色マンチャーやないですか。あ、そうだ、うん、まさにそうですね、まさにそう、色マンチャーイベント、そうそう、多彩な。でもあれです、この日はもう僕ら昼のイベントなんですけど、うん、もう出番終わったらもう3人で乾杯しようと思うのでね。え、出番が終わったら、終わってからでいいよ別に。あ、もう楽しむために、 あ、もしかして出番前にちょっと乾杯してみる。嫌な予感がする。いやいや、だってさ、お昼でさ、イベントでしょ、うん、はっちゃけてみようぜ。でもさ、夏だしね、夏で、あの冷たいもの美味しいじゃん、うん、うん、すごいことなりそうじゃん。あ、ぐいぐい行っちゃうってこと。ぐいぐい行くってこと。おう、あ、俺は行くよ。宣言しちゃった。行くさ、それはもう仕方ない。俺が悪いんじゃない、夏が悪い、俺が悪い。でもそういう楽しみ方もありますしね、お客さんも ね、 ね、こう参加してそこでいっぱい飲んで。そうそうそう、だから、あれですよ、うん、もう宜野湾市民は一緒に飲みましょうよ。全然帰りみんなでタクシーかバスで。タクシーで帰ろう。100人規模でタクシー。100人規模でタクシーで帰ろう。なんだよ、予約しなきゃ。あ、でもほら、まこっちゃんもゴールデンサーキットは投資チケットがお得、楽しみって。そうなんですよね。あ、コメントありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、ね、お得だし楽しみだし、うん、そうなんです。そうなんですよ、ね、うん、いや、これが来月、はい、はい、来月、約1ヶ月後ですね。だね、はい、楽しみ。はい、で実はライブが今決まってるのがもう一個あるんですね。はい、こちら、じゃあ、あるじゃないですか、あれが。そう、つい先日発表になりました。はい、ちょっと大きいやつね。じゃあ、エツさんから。はい、空間病理、10月の30日、月曜日なんですけども、うん、下北沢シェルターにて、あのオープニングアクトが決まりました。うわー、よっ、ありがとうございます。いいよ。この日は、アウトプットの、5周年プレゼンツでネギことでツーマンなんですけど、うん、そのオープニングアクトにとして、空間日和が沖縄からね、下北まで行って出演します。はい、そうなんですよ、うん、はい、で、こちらオープンが夜の7時、スタートが7時半、で前売りチケット3500円の、当日が4000円、どちらもプラスワンドリンクオーダーになっております。ただですね、申し訳ないですけどね。なんと、ちょっとプレイガイドの方がもう販売を終了してしまったということで、はい、数日前なんですけどね、はい、この販売が開始して、ね、翌日の夜にはもうないですよってお客さんに教えてもらうっていう。そうなんですよ、びっくりしました。早かったんですね、はい、あの人たちすごすぎです。うん、なので、まあ、あれなんですけど、ん、若干うちらでも取り扱ってるのは本当に少ないんですけど、ありはします。あ、そうなんですよ、バンドの予約でね。若干ですよ、そうそう、若干ですよ、本当に若干なんですけど。どうにか連絡くれればねじ込めますよ。あ、ねじ込め、まあ、可能な数だったらっていうね。そうなんですよ、うん、あんまり本当になくて、うん、そうそう、ちょっとだけなんです。あの空間病理もね、久々に東京に行くので、2年ぶりとかですね、ね、もし、はい、東京まで行けるぜ、東京にいるぜっていう方でね、はい、はい、東京まで行けるぜ、やばいね。いや、行きたいね。あれしましょう、築地リベンジしましょう。築地リベンジ、
築地、あ、はいはいはい、はい、築地行きましょう、またみんなで、まあ、行ったな、2年前にね、うん、なんか、俺なんかのんびり歩いてたら、なんか変な、めっちゃ漁港の強そうなおじさん来てさ、うん、俺もバンドやってんだよみたいな、急に話かけて、なんか、あ、前ね、そうだよ、うちらさ、機材しょってたから、それで声かけてくれたんだよね。なんか、なんだっけ、バンド名は、もう覚えてしないんだけど、築地ボーイズみたいな、なんかすげえ、そう、なんか、バンド市場っぽい名前がついとったから、思い出したら、後で、後でっていうか、今度のラジオでまた話しますよ。知ってる人がいたら、もうなんか築地の人たちでやってるバンドみたいな、教えてください。はい、はい、じゃあね、もう間もなく、この番組も、ね、終わっちゃうので、はい、最後ちょっとだけこの曲聴いてもらいたいと思います。空間日和と男性のコラボで色まと。いただいている曲は空間日和と男性のコラボバージョンで色まとという曲です。この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。今日もあっという間だったね。はい、よかった、はい、じゃあ春樹さん最後に一言。はい、夏は皆さんに平等なのでまだまだ楽しみましょう。あばよい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日めっちゃ来てくれて、ね、全然返す。